ではこちらの、枕カバーを紹介するにあたって、コストコの商品もちょっと紹介したいなと思うのでまとめて紹介します。まずこちらの枕カバーなんで買ったかっていうと、先日コストコに行った時に枕を買ったんですね。これがその枕なんですけど、ちょっと枕カバーついてた枕カバー洗ったんですけど、つけますね。はい、これが完成品。これは2個セットで1キュッパでした。でコストコでこれを触った瞬間に、あ、もうこのまま寝れるって思ったんですね。これ何の素材なのか分かんないんですけど、こうギュッてやった時にふわって戻る、このなんていうか、この、ビーズクッションみたいな、この感じとてもいいんです。いいんですけど、そしてこの枕カバーのこの、手触りもすごくいいんですけど、私布団が全部茶色なんですね。茶色の寝具にこれがボンってあると白ってなっちゃうんで、枕カバー欲しいなって思ってまして、でもともと使ってた枕がこれなんですけど、これもすごく気持ちいいんですけど、これに普段つけてるのはまたベルメゾンで買ったこうやって筒状で簡単につけられる枕カバーなんですね。でこれもちょっと茶色だから茶色の寝具と合うなと思ってこれを使ってます。でこの枕が海外規格なのかわからないんですけど、あんまりぴったりの枕カバーがなくて、でこのシリーズでこれが入るなっていうカバーがあったので、今回柄違いを買いました。それがこの羊柄と木の柄です。とりあえずこの羊つけてみましょうか。ちょっと一回洗濯して使おうとは思うんですけど、とりあえずつけてみます。ぴったりではないんですが収まりました。はい、これ、ね、クッション2個入りのやつがもう1種類ぐらいあったんで、なんてやつか分からないんですけど、でももう本当にこういうふわーっていうやつです。ギューってやるとふわーってなるやつ、2個入りで1キュッパでした。でついでなので細かく紹介したいんですけど、これおにぎりの動画でも紹介した なんとかニコルホフマンでしょ、なんかとりあえずどっかのバスローブなんですけど、ポケットもついてて、でここに細い紐があって、これで一回内側をキュッて締めて、で外側は外側の紐でキュッて縛るって。正直バスローブ着るの恥ずかしいんですけど、でも普通に着てて気持ちいいんですよね。これとても過ごしやすいので着ています。であとコストコで買ったリンゴ、結構入ってたんですよね。6、7個入っていくらだったか忘れちゃった。これほんとサイズ感が良くて、このまま皮ごとシャリシャリってかじって食べてるんですけど、サイズがすごくちょうど良かったです。でこれはなんとなくで買ったんですけど、プロテインバー3種各4本セット、どこのメーカーか分かんないんですけど、このやつプロテインバーってやっぱプロテインだからそんなに実は美味しくないのかな、ポソポソしてるのかなと思ったんですけど、やっぱりちょっとポソポソしてました。チョコでコーティングされてたりピーナッツバターとかいろいろあるんですけど、でも美味しいですね。ちょっと小腹が空いた時にいいかと思います。バタークランチとチョコレートピーナッツとダブルチョコレートクランチの3種類です。これも買ったんですけど、コストコのミックスナッツって結構安いのか高いのかわからない感じで高いんですけど、これは確か手頃な値段だったんですよ。なんか値段が分からなくてすいません。かぼちゃの種、でも普通にこれクッションとして使うって考えたら、ここのソファーにボンってあってもすごく邪魔ですけど、すごく邪魔ですけど、すごく可愛いですよね。というわけで、ベルメゾンで買ったものとコストコで買ったものをちょっと紹介しました。